は薄いオレンジの線で囲まれた天平部分の地方。濃いオレンジの線で囲まれた地方はチェルニャヒーウ文化が拡大した範囲。薄いオレンジの矢印はゴート族のビエルバルク文化の進出方向。黄色い線で囲まれた地域は南下してきたゴート族がその地方のチェルニャヒーウ文化と融合して成立したキエフ文化という独特の文化が発展した地方で。 4世紀に、ン族が襲来するまで、ゴート族の大半はここに落ち着いていた。チェルニャヒーウ文化内しチェルニャホフ文化は2世紀から5世紀にかけて、黒海の北西一帯にかけて広がっていた文化。名称は、キエフ州、チェルニャヒーウ村で発見された遺跡にちなむ。これまでに、数千の遺跡が発掘されている。元は、 サルマタイ人とスラブ人の混合文化であったが、後にダキア人、ゲタイ人、ゴート人などがやってきて定住した。それぞれの集落の大きさは様々で、平均的な集落は25から45個の住居から構成されている。家の様式は半地下式のもの、地上式で網かき構造に漆喰を用いたもの、石造りのものの3種類に大きく分けられる。 時代が進むと、北部の森林地帯を中心として、木の供養、たくさん建てて、壁材の骨格とした、後の時代に、典型的な、スラブ人住居の様式となった特徴が広く、見られるようになる。大型の倉庫も建てられるようになり、スペルト小麦や大麦が保存されるようになった。それぞれの家では土を固めて作ったかまどが、一般的になっている。 城塞のような構造の集落は、ほとんど見られなくなり、ほとんどの集落は開けた構造となった。一部に城塞が残ったが、これらは、前の時代よりも堅固な造りとなった。主な家畜は牛で、羊、豚、馬、ロバも飼っていた。古代世界の各国との交易を盛んに行っており、古代ローマ帝国の貨幣、陶器、琥珀製品、大理石、 ガラス製のビーズ細工などが発掘されている。埋葬は土葬と火葬がある。土葬では、遺体は頭を着たか、西に向けている。火葬では骨壺が広く用いられている。どちらの形態の墓にも、服装品として、陶器、道具、武器、装飾品、死後の食事として備えられた食物が頻繁に見られる。プシェボルスク文化とザルビンチ文化。後に、 ゴート人が、ジョーズのように両者の間、ビスは川ガンを南下していくことになる。混色は、ローマ帝国。チェルニャヒウ文化の範囲には、様々な言語、民族集団が住んでいたものと推定される。主な集団は、南のステップ地帯から進出してきた、サルマタイ人と北の森林地帯から進出してきた、スラブ人である。サルマタイ人は、 イラン語軍の言語を話していた遊牧民で、上記の土葬墓の主であることが明らかとなっており、彼らは自分たちが昔から暮らしていたステップ地帯だけでなく、森林地帯との境界地域にまで広く進出していき、その前の時代に、これらの地方一帯を支配し同じく、イラン語軍の言語を話していた遊牧系スキタイ人を圧倒しとって代わって、政治的主導権を握った。 次に大きな集団要素は、ステップ、森林境界地帯から北の地域を中心として支配したプシェボルスク文化やザルビンチ文化の担い手で上記の仮想母の主たちである。この特徴から彼らはスラブ人であると推定される。彼らは南下してサルマタイ人の住むステップ地帯に進出し盛んに農業を行った。このことから、 両者は互いに排斥し合うのではなく、一つの社会として混合していったことが推測される。後に、西から、ダキヤ人や、タイ人がこの文化圏に移住し、さらには、ビエルバルク文化のゴート人が、北方からやってきて主にこの文化の北辺に定住。結果としてこの文化圏においては、五派の異なる、集団間で、言語的特徴の交換が、盛んに行われるようになった。 ゴート人の定住した北部地域を中心にスラブ人との混合文化であるキエフ文化も生まれ政治的にはそのうちの一部の地域においてゴート人の王を排出するオユム王国が存在していたことが6世紀のゴート人の歴史家ヨルダネスによって記述されている6世紀の中央ヨーロッパと東ヨーロッパオレンジ色は東スラブ人のうちの南部文化である ペンコボ文化。黄緑色は西スラブ人のプラハコルチャク文化複合。紺色は当時のフランク王国。しかし後になるとこの地域は度重なる、フン族の侵入に悩まされるようになり、四世紀になると、フン族の本格的な大襲来で、キエフ文化の担い手のほぼ全員がフン族の大軍に殺されるか、あるいは捕らえられて、奴隷として売り飛ばされてしまった。 キエフ文化の担い手は滅亡し、チェルニャヒウ文化の繁栄時代は終焉を迎え、その後この土地はしばらく荒れ果ててしまうことになる。特にビエルバルク文化のゴート人はこの東方で起こった、惨劇を知ると、それまで定住していたビスワ川東岸の地帯から、一斉に、西へ闘争を開始し、これを契機として、いわゆる、ゲルマン民族の大移動という、 その後の全ヨーロッパを変えてしまう歴史的大事件に発展していく。この土地では、後輩からの復興の過程で、キエフ文化の担い手の生き残りやチェルニャヒーウ文化の担い手を基礎として、ペンコボ文化とコロチン文化という、東、スラブ人独特の文化が発展していくことになる。以後政治的には、数世紀の東スラブ部族分裂時代を経て9世紀に、 北部一帯で、統一国家、キエフルーシが成立することになる。一方、キエフ文化やチェルニャヒーウ文化の担い手のうち、フン族来襲時に、西ゴート族と共に、西へ逃げたり、フン族襲来の後の6世紀に襲来した、アバール族と同盟したりして西へ進出した、スラブ系の人々には、プシェボルスク文化の範囲に定住する者も,も多く、 フシェボルスク文化はこの東からの移住者たちの影響を受けて、プラハ・コルチャク文化複合に発展、東、スラブ人文化とは異なる西スラブ人独特の文化となった。古い学説はほとんどすべてこのプラハ・コルチャク文化を持って、スラブ人による初めてのヨーロッパ侵入としていた。この文化は、フランク王国と南部で接触し、ここでの交流から7世紀には、 ボヘミア、モラビア、ウィーン・ボンチ、アルプス・山脈東部にかけての南部西スラブ系諸部族が集まって、相談の上フランク人商人のサモを立て、最初のスラブ人国家サモ王国が成立する。サモ王国は間もなく瓦解するが、同じ地域を中心として9世紀にはモラビア王国が成立した。一方北部西スラブ系諸部族の地域では、 軍有拡挙の時代が続いていたが、10世紀に、統一国家、ポーランド王国が成立する。ドニ・サイナー、ザ・ケンブリッジ・ヒストリー・オブ・アーリー・インナー・アジア、ボリューム1から 1990P115JP、マナリー &DQ ・アダムズ、エンサイクロペディア・オブ・インドゥーヨーロピアン・カルチャー、フィッツ・ロイ・ディアボーン・パブリッシャーズ、ロンドンシカゴ、1997 ありがとうございます。